はい、アジアンカンフーフットボールです。今週は日本サッカー史上最高のストライカー釜本邦茂の特集です。ワールドカップ出場が夢のまた夢だった時代、突如現れた規格外の釜本、ターゲットにもなり自らも決められるその能力は日本サッカー不遇の時代に希望をもたらします。すごい方です。チェックアウト。釜本邦茂は1944年4月15日生まれ、京都府の太秦の出身です。幼少時代は関西という土地柄、プロ野球の阪神タイガースのファンだったという釜本。サッカーを本格的に始めたのは中学に入ってからのことで、恩師によるこんな言葉がきっかけでした。サッカーが上手になればオリンピックもあるし世界中に行ける、野球だったら日本とアメリカだけだ。1960年、16歳になった釜本は京都府立山城高等学校に入学。3年間で世界を意識することを学んだと語る釜本は、体格的にもたくましくなり、ゴールキーパーを至近距離のシュートで骨折させるほどの破壊力を身につけます。1961年、2年生になった釜本は京都府のサッカー協会の会長の計らいで大学生以上を対象とした講習会に特別参加。ここで釜本は運命的な出会いを果たします。デッドマール・クラマーです。日本サッカー界初の外国人コーチで日本代表の礎を築き、かのベッケンバウアーも師と仰ぐ人物です。無論目利きは超一流。そんなクラマーが講習会において模範演技の相手役に引っ張り出したのが釜本でした。16歳の釜本は言っています。クラマーがいつも言っていたのは、蹴る、止める、運ぶ、それをいかに早く正確にできるかってことだった。クラマーとの出会いがなかったらストライカー釜本邦茂はいなかったかもしれない。1963年、釜本は早稲田大学に入学を果たし、1年生からレギュラーをつかみ取ります。武器となったのは右45度からのシュート。参考にしていたのはイングランドのスタンリン・マシューズで、釜本は練習に練習を積み重ね、右45度からのシュートを自分なりに習得してみせます。その回あってか、釜本は在学中4年連続で関東大学リーグの得点王に輝き、天皇杯も2度制覇。以降天皇杯での大学勢の優勝はありません。1964年1月、釜本は19歳で日本代表に選ばれ、目標としていた東京オリンピックに出場を果たします。ただ最年少の釜本はテクニックや駆け引きの面で未熟さを見せ、見せ場は大金星を挙げたアルゼンチン戦でのアシストのみでした。チームのアドバイザー的立場だったクラマーは釜本に言います。お前は大きいだけでスピードがない、北海道のクマか。不甲斐なさを実感していた釜本は言い返します。俺はクマじゃない、タイガーになる。1966年、釜本はイングランドで行われたワールドカップを現地で観戦し、黒ひょうことエウゼビオのプレーに衝撃を受けます。エウゼビオ、ロナウド以前のポルトガルの伝説的なスーパースターです。そのエウゼビオのフォームを目に焼き付けた釜本は、帰国後自ら研究と練習を積み重ね、抑えの効いた強烈なシュートのコツを得得します。その成果はすぐに現れ、日本に招いて行われたブラジルのパルメイラスとの試合で釜本は決勝ゴールを決め、外国のプロサッカークラブに日本は初めて勝利します。その活躍から卒業後に釜本は関西サッカー界の強い働きかけで日本サッカーリーグのヤンマーディーゼルに入社します。現在のセレッソ大阪の前身で、サブチームから派生していったのが現在のガンバ大阪です。1968年1月、釜本はヤンマーとサッカー協会の計らいで2ヶ月に及ぶ西ドイツでの留学を経験します。その異国の地で釜本は後の西ドイツ代表監督となるデアバルの指導を受け、さらなる進化を遂げることになります。プレーが流れるように一連のものとなり、スピードが格段に増したのです。帰国後お披露目ともなったイングランドの名門アーセナル戦では、生涯最高と自ら語るダイビングヘッドを鮮やかに決めてみせます。また所属先のヤンマーにおいても釜本はゴールを量産。関西の弱小チームであったヤンマーを釜本の強い個性が牽引していきます。その若き釜本の活躍を中盤で支えていたのがネルソン吉村です。日本リーグ初の外国籍選手で、後に続くセルジオエチゴら日系プレイヤーのパイオニアです。はじめはネルソン吉村、リフティングもできないブラジルの草サッカー以下のヤンマーのレベルに呆れ返っていたそうですが、チームで唯一信頼できる釜本とのホットラインが機能し、負け癖のついていたヤンマーを強豪へ導きます。
鴨本の名が世界的に知られるようになったのは1968年10月に行われたメキシコオリンピックでした。この大会で日本はアジア勢初の銅メダルに輝き、鴨本は全得点に絡む7ゴール2アシストを記録し、大会の得点王に選ばれます。とりわけアステカスタジアムで行われた地元メキシコとの3位決定戦は稀に見る死闘となりました。無論下馬評はメキシコ、ただ日本は釜本と杉山の黄金コンビが冴え渡ります。この杉山と釜本、練習中はパスをよこせ、無理だ無理とは何だとバチバチ渡り合っていたそうですが、ピッチ上での二人のハーモニーは格別でした。杉山は言っています。メキシコ戦のあの2点は釜本と流した汗と涙の結晶だったと思う。試合は2対0で日本の勝利。勢力を使い切った選手たちは選手村に戻るや否や死んだようにベッドに倒れ込んだと言われています。クラマーは後にバイエルンミュンヘンの監督としてチャンピオンズカップを制覇した際、記者からあなたの人生の最高の瞬間かと問われ、はっきりとこう答えています。人生最高の瞬間は日本がメキシコで銅メダルを獲得した時だ。あれほど死力を尽くして戦った選手たちを私は今まで見たことがない。またかのヨアン・クライフは弱小国の日本のストライカーが得点王になったことに当時大きな衝撃を受けたと語っています。その活躍から釜本の元にはフランス、西ドイツ、ウルグアイ、メキシコと海外からオファーが殺到します。その引く手あまたの当時の状況について釜本はこう言っています。翌年にワールドカップ予選を控えていたので、それを終えるまで待ってくれと言ったんです。日本はまだワールドカップの出場経験がなかった。だから私が点を取って日本をワールドカップに導く。そうしたら南米でもヨーロッパでもどこにでも移籍してやるから、それまで待てと。釜本のみならず日本にとって悲願であったワールドカップの出場、メキシコオリンピックで銅メダルに輝いたことで、これまで別世界の出来事だと思っていたワールドカップ出場が現実味を帯びていたのです。ところが1969年6月、代表合宿中に釜本は突然倒れ、緊急入院を余儀なくされます。診断の結果はウイルス性肝炎。釜本はすぐに強制入院となり、チームを離脱します。絶対的なエースを失った日本代表はその後急激に失速し、10月の予選で最下位となってワールドカップの出場を逃します。釜本は言っています。世界に挑戦するなんて考えられなかった。立っているのはやっとで、もうサッカーは続けられないかもしれないと覚悟したくらいです。完全復調するまでは3年かかった。世界に挑戦していたら通用したとは思います。それだけの自信はありました。クラマーは言っています。釜本はバイエルンでもプレーできたはずだ。1974年、病気もようやく完治し、第二の円熟期を迎えることになる釜本。日本リーグではゴールを積み重ね、豪快なプレーだけでなく消える動きも身につけ、釜本は通算7度の得点王に輝きます。また3度のアシスト王にも輝き、その凄さは J1 で最多ゴールを保持している大久保嘉人と比べると一目瞭然です。477試合で191ゴールの大久保嘉人に対し、釜本は251試合に出場して202ゴール。時代は違えど途方もない得点数並びに得点率です。また代表においても釜本は恐るべき記録を残しています。国際 A マッチが現在と比べて少ない中、76試合に出場して75ゴール。無論日本代表の歴代最多ゴール記録で、 PK でのゴールは一つもありません。代表戦ゆえ対戦相手のレベルに左右される面はありますが、 0.98 という驚異の得点率はかのメッシやロナウドもしのぐものです。恐るべき釜本。1980年、釜本は世界選抜のメンバーに選ばれ、クライフ、ルンメニゲ、プラティニラとバルセロナ相手にカンプノーでプレーしています。その堂々たる体格は世界のスターと並び立っても見劣りせず、身長181センチに体重80キロという体型は元日本代表の本田圭佑とほぼ一緒のサイズです。ちなみにこの世界選抜に釜本を強くプッシュしたのはヨアン・クライフです。1982年、釜本はアキレス腱の靭帯を断裂し、選手生命の危機にさらされます。その後、自宅で椅子から立ち上がる時にテーブルに体をぶつけ、止まってるのも避けられないなら選手としてはおしまいだと考え、1984年元旦に行われた天皇杯決勝を最後に現役を退きます。同年8月に行われた引退試合には王様ペレ並びにドイツのオベラートがわざわざ日本に駆けつけます。集まった観衆の数は6万5千、一アマチュア選手としては異例の引退試合でした。
引退後、鎌本はサッカー教室を主催し、全国を回って少年サッカーの育成に尽力。それから1993年の J リーグ元年にはガンバ大阪の監督を務め、天才と称された磯貝博光を10番に据え、攻撃的なサッカーを披露。結果は今一つでありましたが、サングラス姿のこわもてな鎌本は見る者にインパクトを与えました。その後、1995年には参議院に当選し、1998年には日本サッカー協会の副会長に就任。2005年にはサッカー殿堂に最年少で選ばれ、現在はご意見番として多方面に活躍しています。どうだったでしょうか。フォワードの人材不足は昨今でもよく聞かれる命題ではありますが、日本にはかつていたのです。世界に誇れる本物のフォワードが。クラマーは言っています。右45度からのシュートは世界最高クラスだった。現代で言えばイブラヒモビッチやはたまたバティストゥータのような感じのストライカーだったでしょうか。シュートまでの速さは今見ても尋常ではありません。東京オリンピック2020のメキシコ戦で日本が敗れた際、鎌本はこう言っています。フォワードについては結局鎌本を超えるやつがいないということだ。今週は日本サッカー不遇の時代に我々に誇りと希望を抱かせ、世界で通用したであろう生粋のストライカー鎌本邦茂の半生を追いかけてみました。ではまた。